では今日は律令国家の完成と、藤原大成という題で、やります。でこれは日本古代史と復元のシリーズで、最後のあれになりますね。で次からは奈良平安時代の、ライバル対決というふうに、装いを新たにしまして、ライバルを取り上げて生き生きとした、歴史、奈良平安の歴史を、再現しようということになります。で、日本古代史復元の試みの12年、律令国家。これはこの写真は梅原武先生ですね。もう亡くなって2年ほどになってしまいましたけど、この先生がですね、講演集をですね、梅原武講演集というのをですね、出そうということになりまして、私が編集したのが「ミネルヴァ書房日本の伝統とは何か」っていう表題で、梅原武の講演を集めてやったんですけど、でその中で安井豊と対談するということで対談を入れたんですね。でその時に藤原不比等の出生の謎について、私の方から触れまして、不比等は実は天智天皇、つまり中大兄の皇子の実子だったという説があるという話をしたんですね。そうしたら、それについては梅原先生は、いやそれはね、その兄の上絵がやはり皇徳天皇、つまりカルノ・ミコの実子だという話があり、両方ともそのミコの妃が妊娠して、いて、その鎌足との同盟を固めるために、妃を譲り、もし男の子が生まれれば鎌足の子とし、女の子が生まれればミコの娘として育てるという約束があったのが、男の子だったので、鎌足の子になったという話で、兄弟ともそういうことになってしまったら、鎌足の男系というのは、なくなってしまうわけで、鎌足の藤原氏の血統というのが成り立たないから、これはそれをちょっと話としてはおかしすぎる、2人とも、その巫女の子供だということはちょっとありえない話じゃないかということを言われたんですね。それで私はその藤原京という言い方はしなかったようですが、藤原の宮という藤原京という平城京の前の都のこと藤原京と言いますよね。荒ましの宮ですけども、荒ましの都、あるいは荒ましの宮とか言いますけど、それが藤原京って普通言われますね。あれはとその当時は言ってなかったのらしいですわ。でもその宮のことを藤原の宮とは言ってたらしいんですね。で藤井ヶ原というその原っぱに宮を建てたので藤原の宮と呼んだのだけれど、普通なら藤井ヶ原だから藤井の宮と呼ばれるはずだけども、わざわざ藤原の宮と呼んだのは、特別やっぱり不比等に対する思い入れが あったからではないなかろうかと、持統天皇、そういうことですね。だから藤原不比等こそ、もし天智天皇の御子だから、もしその聖母車内の義子のいらつめが鎌足に下賜されなかったら、彼が天皇になった、つまり、天智天皇の御子として生まれていたらですね、
天皇になった可能性もあるんですね。だからせめて宮の名前だけでも藤原宮にしたということだったかもしれませんっていうのを僕言ったんですよ、宮原先生に。宮原先生、あ、そうかと、まあ、そうやってちょっと考えておくわというふうな感じで、終わって、結局その話は本にはこの、日本の伝統とは何かには載ってませんけれど、まあ、そこで引っかかっているわけですね。で、まあ、そのどういうことかということでね、宋上映が皇徳天皇の御子で、不人が天智天皇の御子なら、鎌足の血統は男系としては耐えていることになる。それを承知で御子を自分の子にすることで、天皇家と藤原氏の癒着構造を作って、藤原氏の宮廷内での勢力拡張を図ったのかもしれません。つまり鎌足にとっては、藤原氏による貴族官僚政治を形成するのが戦略目標であり、自分の血統による支配かどうかは二の次だったということでね、分かりませんけども、そういうことがあり得るんですね。で、天皇家と藤原氏の関係はこのように初っ端から血統が紛れているということで、要するに天皇家の、まあ、血筋のはずが、藤原氏の息子になっているということですね。あるいは、まあ、そういうことなんですよ。紛れていることがあり得るということですね。で、公職によってつながりを作っていく貴族社会では、天皇家も藤原摂関家も血統は紛れざるを得ないということなんですよね。まあ、摂関家から天皇家に嫁に行くというか、嫁に行くという女房になる。なるわけですね。でも時々里帰りするでしょ。な、幼馴染がいたりして、憧れていたりして、関係ができたり、まあ、しうるわけですね。だから源氏物語なんか見てたら、まあ、そういうことはまあ大いにありるということでね。でもその女房が産んだ子供は天皇の子ということでなければ、あの臣下の子というわけにいかないわけですよね。ですから、たとえその紛れていてもですね、天皇の子として育てられるということで、天皇家の血統も紛れるし、藤原氏も天皇の血統を受け継ぐ場合もあるということでね、その生成っていうのはどうしても虚妄にならざるを得ないというところがあるわけですね。まあ、そのことを、まあ、描いたのが実は源氏物語である。光源氏はこの藤壺の宮、藤壺っていうのは、まあ、皇族なんですけども、天皇の、女房になり中宮にもありますけども、それと光源氏関係しまして、子供ができるけども光源氏の子というわけにいかないんで、天皇の子ということになるから、その子は天皇になってしまったわけですね。まあ、そんなことがあり得るわけなんですね。紛れるという。だからその血統は虚妄であるということを仏教的無常観からですね、語っているのが源氏物語である。ただ虚妄だけれども、だから無意味だって言ってるんじゃなくて、その虚妄であるがゆえに、その、みやびな文化をですね、創造しなければいけない。つまり、その貴族社会というのは、それだけの、まあ、言ったら貴族的な価値、文化価値っていうのがあるんだっていうことを証明しなければいけなくなりますんで、その虚妄をですね、虚妄でなくするために文化創造が行われるということですね。もしもう本当に、まあ、言うたら、生成が保たれていたら、何も無理して、そのしなくてもそのまま聖なる存在なんですけど、聖性が虚妄であるがゆえに、その雅な文化を生み出さなければいけないという、そのモチベーションになるということですね。
そういう意味で貴族文化というものをですね、仏教的無常観から描いているのが源氏物語であるということをね、言えるわけです。まあ、そういうことで、血統がですね、必ずしも聖なる血統が守られるわけじゃないんだということで、それはしかしある面ですね、活性化というか、要するに、天皇一族がですね、狭い範囲でこの、濃厚な関係をですね、維持していったらちょっとかえって怖いというか、近親婚ばかりになってしまうとかえってですね、劣化する恐れがあるということでね、新鮮な庶民の血をですね、吹き込まなければいけないわけですね。まあ、そういう意味からもですね、不比等っていうのは天皇の血をもらってるんですけど、で不比等は外戚支配しようとして天皇家に自分の娘を嫁がせるわけなんですが、そしてその産んだ子供を天皇にしようとしたりするわけですね。ところがその娘はですね、できるだけ可愛い子で ある必要があるんで、その可愛い子を見つけてきては養女にして天皇家に送り込むというふうなことがあるわけですね。まあ、そういう意味からも天皇家の血はリフレッシュされていくわけなんですけど、逆に言えばそれは聖なる聖ではなくて聖なる血を受けるわけだから、コンプレックスのもとにもなるわけですね。そういうことが政局に絡んでいく、歴史に絡んでくるというところが、その奈良の貴族社会の、まあ、歴史にとっては面白いというか興味深いところなんですけど、それをテーマに持ってきたのが梅原先生の天と天皇であります。で、天と天皇は宮古姫の神長姫伝承というのを紹介しているんですね。で、不比等はカルノミコ、不比等というのはカルノミコのお父さんである草壁の巫女ですね、天武天皇と持統天皇の間の子供なんですけど、宇野の姫巫女、持統天皇なのね、後で、草壁の巫女を産むわけですけど、草壁の巫女が皇太子になったんだけど、天皇にならない間に死んでしまうわけなんですけど、その草壁の巫女の子供がカルノミコというのがいまして、それがですね、文武天皇になるんですけれども、まだ幼かったんで15歳かなんかで立太子して、まあ、15歳ぐらいで14歳で立太子して15歳で天皇に、させられてしまうんですけれども、まあ、それで荷が重いわけで持統天皇がその上皇として貢献するんですが、なんとかですね、姫をですね嫁がせて文武天皇に気を紛らわせると考えたわけですね。ほんで不比等と賀茂姫の娘として宮古姫が入内するわけで、その宮古姫は実は神長姫伝承、神長姫、これ神が長いんですけど、ね、神長姫は紀州のですね、桑間というところがあります、御坊市、なんですけども、桑間というところに、まあ、早鷹と渚という夫婦がいて、40歳過ぎてるのに子供がいなかったというので、
八幡様に、まあ、祈願しまして、ようやくできたわけなんですね。ところが、神が生えてなかったんで、これは何か自分が、まあ、前世に罪を犯したんで、その罪の報いかもしれないと思ってたんですね。で、ちょうどその海底に何か光るものがあって、そのせいで全然魚が取れなくなったと言って、まあ、漁民たちが困っていたんですが、自分は前世の罪を滅ぼししようと思って、海底に潜ってその光るものを見つけて何とかしようとした。そんなら、そういう光るものに近づきますと、よく見たら黄金仏であったわけですね。そうしてそれを引き上げてきて、黄金仏に、まあ、祈願したら夢に出てきましてですね、何かその望みを叶えてやろうと。で、神永姫、神永姫、その渚はですね、娘が生まれたけれども髪の毛が全然生えてないと、なんとか髪の毛を生やしてやりたいと思ってますとお頼みしたら、髪の毛が伸びてきましてね、で、わーってこう、10メートル近い長い髪の毛になったわけですね。で、その髪の毛をそのツバメが都に運んだという、まあ、伝承があります。まあ、ほんまかそこは分かりませんけど、で、それを風人がその長い髪の毛を見て、あ、これは人間の髪の毛、こんな長い髪の毛をしているそのこの髪の毛の持ち主というか、主はきっと麗しい女性に違いないという、と思ったわけです。それで持統天皇に報告しましたら、じゃあそれを探してみようということになりまして、で、粟田の真人っていうのがその役になったんですね。で、粟田の真人が全国に触れ出して探したら、紀州にその神永姫というのがいるということが分かって、迎えに行くわけなんです。で、迎えに行って、粟田の真人は、まあ、あまりにも美しい自分のに したいと思ったかもしれませんけど、これはまあ帝の命令やからね、そういうわけですということで、で、結局その不人が鴨姫、という奥さんが いまして、鴨姫との間にできた子供だということにして、まあ、養女にして育てたわけですね。で、マイ・フィア・レディみたいなもので、その要するに、その帝に受胎する帝の奥さんになるための、まあ、修行をしたわけなんですね。そして、まあ、貴婦人になって、帝っていうか、カルノミコがね、天皇になる、帝になった、文武天皇、その記念に、3人の娘が、受胎したんですけど、そのうちの一人ですね。で、まあ、あまりにも美しいから、文武天皇は、神永姫、を長愛、宮古姫ですね、を長愛したわけ。それで、まあ、めでたく、ね、妊娠することになったわけなんですね。それで、でも、ホームシックになりまして、その、故郷の海が恋しいと、まあ、お父さん、お母さんに会いたいというわけで、で、じゃあ、家族総出でというわけで、天皇家が行幸するわけですね。で、行幸しまして、その桑間の近くにですね、大きなお寺ですね、道成寺を作るわけなんです。で、道成寺縁起にその話が入っているわけですね。ですから、このお寺はなかなか大伽藍になったわけで、だからそれはやはり天皇の行幸があったということがなければ、それだけの大伽藍がなかなか作れないわけですよね。そういう意味で、この話はですね、
奇襲行幸があったことも、本当だし、それもそのきっかけとしては、その宮古姫の故郷であったと。だから宮古姫は実は幼女であったということですね。鴨姫の産んだ子ではないと。ということはまあ言えるんではないかなと。ただしこういうおとぎ話みたいな話はですね、簡単に信用してはいけないわけなんですよね。というのはその宮古姫の妹にあたる、飛鳥姫、まあそれが光明皇后になるんですが、飛鳥姫の誕生誕も、そういう伝承があるんですね。それは飛鳥姫はここにこの光明池という池がありますね。この池の近所で、生まれたわけなんですね。誕生地となる。これは池の近所でですね、滝のところで、牧尾川という川があって、そこの ほとりの滝山というところで近い商人というのが、まあ、立ちしょんべんしたためにですね、その立ちしょんべんのしょんべんをなめた目鹿がいまして、それがにわかに妊娠しまして、産んだ子供が飛鳥姫やったという話なんですよ。まあこれはもちろんそういうことはありえない話ですけど、でもまあ一応そういう、獣にまあ名を借りているというか、獣だったことにしているけれども、まあ、身分の卑しい家庭の女性をそういう目鹿とかに例えているということですね。そうしたらその近い商人っていう、まあ、坊さんが修行していたわけですね。だから修行中の坊さんがまあ言ったら女性と関係したりするのは、これはまあ破壊にあたるから、それ関係したとは言えないから、しょんべんをなめた目鹿が、妊娠したということに、しているだけで、よくありがちなっていうか、坊さんとその地元の若い娘がフォーリンラブしてですね、子供ができちゃったっていうことはありえますよね。だからそれで、その子がですね、まだ7歳ぐらいの時にですね、不人がそこ通りかかりまして、田んぼで働いているのを見てですね、あまりにも美しかったもんですから、養女にしたいと申し出まして、で養女にしてですね、そしてこの、その小人の巫女ですね、首って書いてね、小人というんですけど、小人の巫女にですね、と結婚させて、で光明皇后になったということですね。そういう話もあるんです。それでやっぱりそのゆかりの地にこういう記念碑もありますし、なんかお寺もあるみたいですけども、しかしそうなるとですね、光明氏を産んだ、飛鳥姫を産んだのは橘道代っていう女性だということになってるんですね。その橘道代がですね、聖武天皇の乳母だという。橘道代が飛鳥姫を産んで、そしてまあおっぱいが出てたから、宮古姫が産んだ、小人の巫女とですね、一緒、父兄弟というんですかね、同じ両父で、まあ同時に、おっぱいを飲んだ間柄、
赤ちゃんの時からという親密な、まあ、関係があったということで、光明氏はその、おびとの御子のと結婚するわけなんですけど、で皇后になっていくわけですけどね。それはやっぱり立花の道をがその乳母で、その両方のおっぱいに結局、飛鳥姫とおびとの御子というふうに一緒に育って一緒に赤ちゃんとか育ってきたっていう関係性があって成り立つ話なんですよね。まあ、それはなかったことになりますよね。だから橘道夫がその乳母の御子の乳母であったということもなかったことになっているので、それはちょっとおかしいなと、まあ、いうことでね、その話まではちょっと信用できへんなと思いますけれども、それに橘道夫の場合は橘の諸絵っていうその橘の、道夫は最初に産んだ子がその、あの橘の諸絵なんです。父親は違いますけどね、それがあの、で、あの、飛鳥姫、最後に産んだ子なんですけど、その二人が、まあ、言うたら兄弟ですよね。で、その関係において、橘の諸絵が、登用されるたわけなんですよ。だから、あの、もしも、飛鳥姫が、光明氏が、養女やったら、まあ、本当のお兄さんではないわけですね。まあ、そういうところでちょっとそれでも立花の諸絵が登用されたという問題がまだ生じますんで、だから、やっぱり光明氏はあの立花の道夫のですね娘、実の娘やったと思うから、この話は、まあ、なかったと思いますがね。まあ、とにかくその聖武天皇はお母さんがですね、尼、出身であったということに、なっているわけですね。その話ではね、そういうことでちょっとこれが書いたらお母さんの身分によってですね、あの、天皇になれたりなれなかったりするということがそれまでもよくありましたんで、お母さんの身分がまあ低いということは非常にコンプレックスに、なるわけなんですね。出自コンプレックスということになるわけですね。だからまあ逆にそういう出自コンプレックスを持っている人が天皇にこうなるためには、まあ、非常に努力が必要であるわけですけど、それからその、その出自コンプレックスっていうのは結局もっとその天皇になるに値するような出自がある人に対してコンプレックスいただきますからね。長屋の王なんかはもうすごい、血統がいいわけなんですね。だからそういうのに対して、まあ、どう、排除するかっていう問題が生じてきて、これがまあ政局になっていくわけですけど。で、都姫はですね、その小人の御子を、まあ、産むわけですけれども、産後の日立ちが悪くて心的障害にかかってしまうんですね。で、あの、産後の日立ちは分かりますかね、その、生まれたけれども、体力が母体の体力が回復しないわけですね。それでなんか病気があっち
ということで、健康が取り戻せないということでね、それでノイローゼがひどくなって、ね、もう子供に会うのも子供の顔を見るのも嫌やということで、30年以上その息子と対面しない、してないんです。その息子は皇太子になって天皇にまでなってるわけ、なかなかその対面できない。でその都姫をですね、宋元宝が治癒するんです。宋元宝というのは留学僧で、唐行って、まあ、非常に修行、苦労して修行して、で、高僧になって帰ってきたんですね。それで、いろいろ治癒能力があるという。そしたら、その、お母さん、天皇のお母さん、ノイローゼ、人に会わないというので、何とかしてくれということで、治療してもらったら治ったんですね、それがね。それで、えらく、まあ、感動して、聖武天皇は、これは仏法の奇跡であると言いましてですね。で、日本の国を仏国土にしなければいけないという決意が、を抱いたわけなんですね。まあ、それぐらい、その、重要な、その事件であったわけなんですけど。で光明皇后も、ノイローゼにかかってたんですね。っていうのは728年に元井の巫女っていう、男の子が生まれて1年未満で亡くなってしまうわけですね。で、落ち込んでたわけ。でそれだけじゃなくて、それ亡くなった時に、その亡くなった原因がですね、長屋の王が呪詛したからだっていう、まあ、偽物の、まあ、告発があったわけですね。それを武告というんですけど。で、それで、長屋の王が屋敷にですね、包囲されまして、そして追及されて、結局、自害を迫られて、死んでいったわけですね。でしかも一人で死んだんじゃなくて、その吉備内親王という奥さんだとか、その子供たちも一緒に首をくくらされて、まあ、死なされてしまったという、まあ、大事件がありまして、まあ、そのがあってからですね、その後、数年後にですね、天然病が流行りまして、天然痘というか天然痘がありました。それで、それ藤原四氏が長屋の王を追求した側なんですけど、そのたたりで、その天然痘になったんじゃないかと。で、4人とも死んでしまった、天然痘。それで、冤罪の長屋の王を、謀略で、まあ、殺して、兄たちが殺したじゃないかと言われているわけですね。まあ、そういうところで非常に落ち込みまして、ノイローゼ。だから、元宝に直してほしいと頼みまして。まあね、元宝が、まあ、直してたわけなんですけど、それをですね、広継が、藤原の広継が見てまして、これは治療を装って、その不倫をしてるっていうことですね。それで、それを帝に、聖武天皇に、言いますと、その聖武天皇、そう、とりあえん、そんなかったい、とりあえん、その次にまだいてですね、また、もう今度は一緒にのベッドに寝てるもんですから、それを見てですね、びっくりして、呆れ、はい、ね、また天皇に奏上したわけですね。今は一緒のベッドに寝てますよ、ね。いや、行ったらわかるから、まずあんた行って、ね、あんたって、ちゃんとね、見てから話してください。言って、ほんなら、帝が行きましたところですね、その、
観音に見えたわけです。二人がね、観音に見えたわけです。で、ひろつ君にね、何を言ってんねん、あれは観音さんや、言ってね、その、国の、国を救うような大事なそのお坊さんをですね、阻止ったから、あんたは左遷やって言って、太宰府に左遷されて、で、広次が怒ってですね、この、広次の乱になってしまったわけなんですね。まあ、そういうようなことがあったわけなんです。その話、まあ、でこれ、広次の乱があってから、その、聖武天皇は、まず、その、伊勢に行きまして、で伊勢からですね、壬申の乱の跡をたどって、こう行きまして、それで、国の宮っていうのを作って、そこに、その、遷都しようとして、遷都したわけです。でも、そこ、なかなかうまくいかなかったんで、この何屋の宮に遷都するとか。で、しまいに、しがらきの宮っていう、甲賀の山奥にですね、宮を作ろうとしたわけです。まあ、そういうことで、ね、聖武天皇にその国が振り回されるわけですね。次々遷都していくものだから。そういうことがあったんですよ。それで、まあ、結局、死柄木の宮で甲賀の山中にいたときに、放火騒ぎがありましてね、山火事が起こって。で、結局、その危なくなって、まあどうしようかという、結局みんなも帰りましょうという声が圧倒的だったんで、まあ、仕方なく平城京に戻ったというふうなことがあるんです。それで、もう聖武天皇はもう自信なくして、もう自分はもう退位するからというので、娘を天皇にして、で自分は東大寺に大仏をね、本当は大仏は死柄木の宮っていう甲賀の山中に、死柄木の宮を建ててですね、そこに大仏を安置するつもりだったんですけど、奈良の大仏を作ることに、まあ、専念するというふうになったわけなんです。で、この平城京から脱出して伊勢に行って、伊勢からこう人種の名のコースをたどった。それでいろいろ5年間かけていろいろ遷都したの。奉公の5年というですね。で、この奉公の5年というのは、皇帝が、まあ、いたら自分のわがままって言ったらおかしいんですけど、自分の独断でですね、その国をですね、踏まえて振り回したわけですね。そういうことができたということで、それは律令体制というものが、まあ、あったわけですから。その実領というものも、しっかりした実領があれば、ちゃんとした国ができるみたいに思うんですけれど、なんせ東洋専制国家でしょ。だから中国でも日本でも皇帝がまあ断固として決意でですね、こうするんだと言ったら、その実領はやっぱり皇帝独裁が可能なようにできてるんですよ。ですから、律令があるから大丈夫と、その皇帝が勝ってることできないっていうわけにはいかないんですね。でも、ただ日本の律令と中国の律令を比べると、まだ皇帝独裁が起こりにくいような仕組みにはなっているんですね。そこが日本の、その工夫したところであるわけ。だから、それは、要するに、皇帝独裁が、まあ、可能だ、実用にする。それから、天皇中心の、まあ、国家を作るわけなんですけど、その場合に、天皇の親族があるんですね。要するに、後親という。後親がまとまって政治をする体制にしたいというのが、天武天皇以来の後親政治という考え方なんです。でこれを持統天皇なんかが受け継いでたわけですけど、
だからそういう後進政治にふさわしい律令にするかどうかという、それから藤原氏なんか考えてたのは、いや後進政治とか皇帝独裁というのは危ないんだと、まあ、皇帝はその要するに時に暴君とかむちゃくちゃやる皇帝がありうるわけだから、そうなったら国が滅んでしまう恐れがあるわけですね。で、後進政治というのも要するに天皇一族で、まあ、支配体制固めちゃうわけだから、何かあった時にはもうその天皇一族全体の責任になってしまって、やっぱりこれも国が滅んでしまう恐れがあった。で、一番いいのはその律令をしっかり作ってて、責任ある地位にはその貴族官僚がまあつくと。で、問題が起こった時にはその貴族官僚が責任を取って変わっていく。指導的な地位。で、天皇家そのものは直接政治にタッチしないか、責任も取らなくてもいいと。その代わり、あまり政治には口出ししない。で、問題が起こって失敗したときには、取り替えると。その責任者を取り替えていったらよろしいと。いうふうなシステムですね。が一番いいんじゃないかというので、貴族官僚独裁のシステム。でまあ、ふさわしいように律令を作りたいということなんですよ。そういうふうな、まあ、いろんな傾向があるわけですね。で、要するに巫女たちはその後進政治にふさわしいような律令を作ってほしかったわけなんですね。それに対して、まあ藤原氏は天皇権力を、まあ、できるだけ象徴化して、貴族が政治を運営できるような体制にしたかったということなんで、まあ、そこに、まあ、それぞれの政治勢力の思惑があるんだと。で、いうことで、じゃあ日本の実情どうなってたんやということで、中国とこの比較した場合に、隋や唐の律令と比較した場合に、やっぱり皇帝独裁がやりやすいのは中国の律令であるということが言えますね。で、天皇を象徴化しやすいのが日本の律令であると。でもどっちもやっぱり東洋専制国家の律令である限りは、天皇が独裁しようとした時にそれを止めれるようにはなっていないわけなんですね。律令で止める、まあ、実力で止めることはあるわけですね。天皇はなんぼ地位的に一番偉くて何でもできるということになってても、実力っていうか、その時の前から権力関係っていうのは必ずしも、例えば蘇我氏が独裁してた時もあったわけですね。一応地位的にはその大きみだとか天皇が一番強いわけですよね。独裁権がある、わけだけど、でも実際上はもう蘇我氏が切り回していたということはありますからね。なんぼその地位とか実力で権限が保障されてても、実行するのは兵士であり行政官ですから、それが天皇の言うことや実力に従わなかったらそれでしまいですから、ね。まあ、そういうことで だから日本の場合は、天皇を、まあ、象徴化しやすかったけど、あったということは言えますね。だから律令がどうであれ、実権を掌握している者が存在して、その命令には職を無視して兵士たちが従うような場合は、天皇の職をなかったことにすることもできるということです。何も職を出したって途中でみんな破ってしまってしまうやからね。ですから藤原不比等が権勢を誇っていた時に、不比等の意向を無視して天皇が突然平城京を捨てようとしても、天皇が制止されるだけで、誰も従わないやろう
いうことですね。後に天皇と天皇を辞めた上皇というのは、で上皇も命令出したり勅諭みたいに出せるんですよ。そうしたら二重権力になるなったことありますよね。だからどっちの命令に従うかみんな困るわけですね。そういうようなこともありますので、だから天皇が命令したから、絶対に従うかというそれは限らない、長屋の王などの行進勢力が結束してれば天皇が勝手にいやもう平城やめってバーッと出ていったらね、もう拘束されてしまうわけですよね。長屋の王の命令の方に兵士が従えばそうしまうからね。だから光明皇后が、ノイローゼになって元宝との不倫疑惑で窮地にいなければ立花の諸江の力を借りて戦闘を止めることもできたかも。皇后がですねもう力が、ノイローゼもあるし、そのスキャンダルで、その広次が乱を起こしたわけですね。する光明皇后と元宝の間をですね、疑ってて疑いを目撃してるわけです、それで忠告したのに天皇が入れなかった、広重がその尊いお坊さんの言うことをですね、やってることを文句つけたわけやから左遷されたわけ。それで頭に来て広重が乱を起こしたわけですけど、そういうわけなんだけども、それで、結局皇后としてはすごい、責任感じてますよね。だからその天皇がですね急に平城京を捨てて行かれてもそれに対して止められないわけですね。もう自分がもう落ち込んでますから、そういうことなんですよね。だから権力に空白が生じて天皇が好きなようにしても逆らえないような状況ができてたということですね。だからできたんで、あるということですね。だから一応律令自体は専制国家の律令やから天皇とか皇帝は絶対権を持ってたわけなんですが、しかし日本の律令の方が天皇形式的には絶対権持ってるでもですね、実際の運用は太政官で、好きなように大体こうやってて、天皇はもう玉璽を押すだけで済んだということですね。そこは日本の律令と中国の律令の違いで、中国の律令は三省六部制というので、皇帝のもとに省直を起草する中書省というのがあります。で中書省が作ったその朝食をですね、文下省が検討吟味しましてね、そういうのはちょっと弊害が大きいとかね、こういう他の直令と矛盾するとかいうようなことで、審議するわけですね。でその直令に基づいて、執行するのが尚書省という。これは三省。そのもとに六部っていうのがありまして、大きいですね。公部、刑部、行部、兵部、令部、というのがありますよね。公部というのは人民のあれですよね、戸籍なんかの
管理でしょうね。リブは役人と、統制というか管理でしょうね。そういうので政治が行われる。だからその三省はそれぞれ皇帝に直属やったわけですね。だから皇帝の命で動いてた。だからそういう意味で、皇帝が、まあ、絶対的な権限を発揮しやすかった。皇帝独裁制にふさわしい。ところが日本の律令は天皇の下で二官八省になってたんですね。これ三省六分、二官八省。二官というのは 大上官と、その神議官ということですね。大上官と神議官。ね、で、大上官の方は、その、詔書を、作成するのは中書省やったんですけど、中国の場合は。中塚薩省というのがこの大上官のもとにの一つの省としてある。ここで省勅を作成するんですね。でそれを党費を吟味するのは 大上官の中にの働きである。大上官で執行するのも大上官の働きで、このいろんな省が大上官にとって統制されている。だから太政官で一応省勅も作ってですね、実行するという太政官で完結してるんですよ。で一応そのもちろん省勅なんかは天皇の玉璽がなければ有効じゃないけど、天皇の玉璽さえ置けばあとは太政官が全部やってるわけですね。だから天皇はもう反抗するだけでよろしいということで、それよりまあ神議官、天皇自身が神やから、そういう神としての儀礼を行っていればよろしいと。平時はまあ太政官にほっといたら太政官がちゃんとやるからということで、だからこれは太政官がまあいたら、まあ、貴族が中心になってやってれば貴族官僚政治ができるわけですね。だけどそれで藤原氏なんかはこの太政官中心の政治というのを考えた。で貴族官僚が独裁を実現しようと。で天皇はもう玉璽だけでよろしいというわけで省庁化しようという狙いやったわけですけど、まあ、そういうふうになっていったら後進政治の伝統がなくなってしまうんで、天皇の方はですね太政官の役職をですね、まあ、天武天皇の時はもう大臣を置かないで直接天皇が各省を支配しようという後進をですね重要な役職につけて支配しようとしたわけですね。ところがまあ持統天皇になると太政官の中に太政大臣は、竹内の任命をするとしましてね。で重要役職に後進をつけるわけですね。それが後進政治という感じだったんですよ。でもまあ後進にまあその有能な人材がいればいいけども、だんだんそのいなくなっていきますよ、ね。だから後進をいつもトップにしとったら、頼らなかったも後進だからっていう。そんならもうみんな有能な貴族たちが不満になってきますよ。だからもうむしろ後進は祭り上げて、政治しなくて、まあ、儀礼とか、儀式とか中心にやってたらよろしいと、まあ、貴族がちゃんとやるからということですね。それがまあ藤原氏による、
貴族官僚独裁の構想なんですよ。ね、でその代わり藤原氏による貴族官僚独裁、失政があったり戦争で負けたりしたら誰かが責任取らなあかんから、まあ、役職に就いた人がその天皇に対して自分は失敗したから返上して、でも天皇もその首を官僚を入れ替えることができるわけですね。そういうふうにしたら、うん、その天皇を頂点にする体制そのものは長続きするとずっと続いていくということなんですよ。だから国家体制を長続きさせるためには方針政治とかではなくて貴族官僚独裁の方がいいんだっていうのが藤原氏の信念というかポリシーなんですよね。だからそれを実現するためには後進に、まあ、有力な人がいて才能が才覚があってそれが政治を切り離されたんではいつまでたっても貴族官僚独裁できないわけだから、そういう有能なその後進はですね、謀略でもってですね排除していくというのが藤原氏の、まあ、やり方ですね。そういうことで大体歴史が見えてくるわけなんですね。まあ、そういうことで、そういうことを今ここはその話をしてたんですね。でこれは、ちょっと拡大して、ここはね、天武天皇の、いや天智天皇の巫女たちが書かれてますね。それは吉野の誓いでもってですね、もう団結して、人心の乱の後ですけど、一緒に人まだれまになって統治していこうという後進政治、というのが、まあ、打ち出されたわけですね。だからその場合には天皇はその、特に自分のそのどうですかお気に入りだけに偏るんじゃなくてみんな自分の子供として、大事に しなければいけないし、で持統天皇は自分の腹を痛めたのは草壁の巫女やけど他の巫女たちも、まあ、自分の息子と思って、このやっていくと、で人まとまりになって、こう政治体制作っていくわけから、必ずしもですね自分の子供やから孫やからっていうふうにはひいきしないというかわけですね。そういうふうにやっていってるつもりやったんです、持統天皇はね。ところが草壁の皇子は大津の皇子が乱を謀略でですね、まあ、謀反に追い詰められて、殺されてしまう。で草壁の皇子がそういう事件もあって落ち込んでしまって病気になって死んでしまうとありますね。それでその次やっぱり持統天皇としては当然その竹地の皇子が一番年上やったし、まあお母さんの身分は卑しいけれども、うん、有能なんですね。だから当然その竹地の皇子を天皇にしようとするわけですが、竹地の皇子はそのこの大津の皇子の暴力とか大津の皇子は暴力で、まあ、殺されたとかいろんなことを考えますとですね、きっとその、自分を天皇になったりしたらですね殺されるんじゃないかと恐怖心を持ってるわけですね。でだからそれよりも太政大臣になってこの方針政治を成功させていきたいと、でお母さん持統天皇がみんなの母ですから、母みたいな役割ですから、あなたが、まあ、天皇になってみんながそれで精神的にまとまるから、私が大臣になって、やっていきますというふうに、そういう体制になったんです。後進政治の体制ができたわけですね。それでまあ前何て言ってたかどうか分かりません、まあある程度うまいこと言ってた。ところが7年ぐらいでですね、竹地の皇子が急に死んでしまうんですよ。
で、それでびっくりしたわけなんですけど、持統天皇は自分の息子に、こういう継承できなかった。でその息子の息子ですね、文武天皇になるのが、カルノミコっていうんですけども、このカルノミコにですね、皇位を継承したいから、武智の皇子が生きてたら、結局武智の皇子が後の皇子の皇子っていう称号を与えてるわけですね。だからこれはまあ結局天皇になってしまうわけですよ。持統が辞めたり死んだりして辞めたりしたらね、まだこれは押せないからなれないしということで、だからこの今の間にこの武智を殺して、文武に引き継がせようとしたんじゃないかっていうふうに解釈する人がいるんですけれども、それはもう全然後進政治の立場と違いますよね。後進政治ってのは一緒にまとまってやっていくわけですから、それぞれの才覚を、存分に発揮してもらおうということでやるわけですね。で、武智の皇子が天皇になればいい、時期が来れば天皇になればいいというのが持統天皇のもちろん立場です。息子や孫が天皇にならんでもいいわけですね。後進政治が人をまとまりでやっていくわけですからね。だけど、やっぱり小バカ、バババカの方が人間の本能に、沿ってるから、それは、その、やめられへんにゃと、ね。で、後進政治の理念なんかと、どうでもよくなって、武智の皇子を殺してしまったっていう人がおる。なんか証拠があって言うんやというけど、全然証拠はないわけです。そういうふうに、せっかくですね、後進政治の理念があって、まあ、それで邁進してたわけなんですから、急にそれを彼女が裏切ったみたいな、決めつけるの、何の証拠もないのね、いうのはやっぱ人権無視やね、と思いますね。だから、武智の皇子が死んだんで、その息子で、が長屋の王、長屋の王が尊重されるわけですね。当然、武智の皇子は、次期の天皇だになると思われていたわけで、長屋の方がですね尊重されて、フヒトにも可愛がられるわけですね。で、フヒトの娘も長屋の方の奥さんになるし、で天皇家からもですね、長屋の吉備内親の方が長屋の方の奥さんになって、で子供の、で皇族扱いです。もちろんこれは吉備内親王は天皇の娘やしね、皇族扱い。で、皇位継承権もこの長屋王と吉備内親王の子供にはあるわけです。まあ、そういうふうにして長屋の王が、まあ、非常にこの、巫女たちの中でもですね、高い地位について認められていたということですね。で、藤原不比等の娘ももらって、その子供もできているということで、まあ、そういう意味で、長屋の王の権力基盤がですね、天皇家の、まあ、入り婿になることと、それから藤原氏とも、まあ、深い関係になることで、気づいていたんですよ。だから後進政治の理念からそこちょっと外れるところがあるんですね。それはどういうことかというと、ほんまやったらその後進をまとめなあかんわけです。こういう後進をまとめて、長屋の方がね。で、後進の利益を代表するような存在として、まとめてその和の中心になっていって、こうみんなに盛り立てられて天皇になるとか、そういうことをやったらよかったわけです。そうじゃなくて、天皇家の入り婿になって藤原氏と癒着してっていうような感じだ。だから天皇家や藤原氏と対立が起こった時に、助けてもらえないわけですね。それがまあ彼の弱点で滅ぼされた理由であるということになりますよね。長屋の王の基盤ね、そういうことなんですよ。で、もうちょっと
あ、ちょっとこれ微妙やね。あ、これはちょっと微妙やね。うこうか。それで、その、だからそういうことなんですね。持統天皇は本当は高千穂巫女に天皇になってほしかったんですよ。もうこれ言ったらものすごい怒られるけど、怒られるというか反発が強いですけど、持統天皇すごく権力強くて自分が天皇になりたがなりたいたまらんかったみたいに言う人がおってね。まあ、しまいには二壁の巫女が死んだのは実は持統天皇が、まあ、息子を持統天皇にする自分がなりたかったから殺したみたいに言う人がいますけどね、そういうめちゃくちゃなこと言う人がいるけれども、うん、そうじゃないんですよね、まあ、あくまでも後進政治の精神を持統天皇は実践しようとしていたわけで、で竹千代巫女を天皇にしたかったんだけども竹千代巫女が断ったんで、まあ、時が来れば自分の行為を継いでもらうために後の巫女の命っていう尊号を送っているわけですね。ところが竹千代巫女は病気で死んでしまったわけです。病気で急病で死んでしまったんです。それは誰かに殺されたかもしれないけれども、それをですね持統天皇が狩野巫女を天皇にするために、やったって決めつける人がおるわけです。それは梅原武さんもそうだけど、それはねもう何の証拠もなくて言ってる、うん、だからね、まあ、その心の闇を闇っていうか、うん、裏を伺えばそういう気持ちも全くもわからないけども、そ何の証拠もないわけでしょ。それにあくまでも後進政治に忠実に生きたいっていうか生きてきてはるわけですね。持統天皇はやってるわけだから、それをいかにも謀略家であって謀略を、まあ、企てて、大鶴巫女をはめたし、で息子の草壁の巫女を殺したし、竹千代巫女も殺したっていうのを殺したっていう、ね、決めつけてるんですよ。何もその証拠も何もないんですよ。彼女は あくまでも後進政治を実践してみんなが良かれと思ってまとまりの中心になってきたわけですね。まあ、そういうふうに考えると、その何も狩野巫女を皇位継承を、ね、させてくれと、だから竹千代巫女を下ろしてくれとか下ろしてくれと頼んだりしてないわけですね。そうして してない証拠あるんかという人おるかも分かりませんけどもね、した証拠ない限りしてないんです、そういうことでね、彼女はだからそういう意味ではしたと思われてませんしね、それに。で、みんな慕われていたわけなんですよね。それで、結局、彼の巫女に決めたのも何も持統天皇ではないわけですね。みんなの会議で決めてるわけ。で、ですから、その彼の巫女、まあ、結果として、まあ、孫が皇位継承された、ね、で長屋の方が、まあ、だから政権につけたのもそういう背景があったんで、天皇家と藤原氏が、まあ、長屋の方を大いに支援して育てたわけなんですね。それで非常に有能な行政力を持って、で不意となきゃと、まあ、実質長屋の王政権と呼ばれるわけですね。で長屋の王がその実権を握ってた時には、その藩殿がもう減ってきたんで、
その神殿を開墾しなければいけないということで、100万町部開墾計画というのを実施します。その奨励するために三税一新の法というのを立てまして、自分で開墾した土地はですね、孫の代まで私有できるようにしたんです。せっかく開墾してもこれ6年に1回ですね、あの半田が回収されて、でまた半休されるんです。でその、家族の人数に合わせてね、供給されるんです。でそんなんしたら開墾したいとみんな取られてしまうのではね、開墾する気なくなるから、だから三税にわたっては私有田にしてもらったわけですね。まあ、そういう改革をですね、長屋のはやって、その国家の安定に大いにこの尽くしたわけなんですね。それで長屋の方は吉備内親王っていう、まあ、天皇の、娘をですね嫁にしてですね、やってたわけなんですね。ほんで天人天皇によるとですね、日高内親王が元正天皇になるんですけど、その元正天皇になる前に長屋の王庭にいたということが書かれてるんですよね。だから吉備内親王がなんかあたかも日高内親王と一緒に住みたいので、日高内親王の屋敷をですね、長屋の王庭の中に作ったみたいに思われているんですけども、これはよく考えると逆なんじゃないかと言われますね。それはどういうことかというと、日高内親王とその吉備内親王というのは元明天皇のアヘ内親王というんですけど、元明天皇の娘なんですね。で文武天皇の姉とか妹、どっちが、まあ、吉備内親王と文武天皇どっちが親かちょっとわからないみたいですけど、でそうだからその姉妹が内親王同士で一緒に住んでたんですよね。それぞれの宮をその隣り合わせに作って、でそこにその吉備内親王と、その長屋の方が結婚したもんやから、長屋の方がそこに来て住んでる。だから三軒あると思う。でその三軒全体を長屋の大手みたいに見なされてるわけです。だから長屋の大手にこの、日高内親王が住んでて、で日高内親王が元正天皇になったというふうにね、思われているわけな。まあそれだけ、まあ、家族同様であったと長屋の王ということで、長屋の王が、まあ、非常にこの、天皇家の中に、まあ、入り込んでいたっていう、はい、ということですね。で長屋の王と藤原四氏の対立なんですけど、いよいよその長屋の王は今も言ったように、その律令制度、反田修辞の方なんかので三田四郎を作るとか、まあ、大活躍されていまして、実績も積んでるわけですね。で天皇家の中でも、大いに、まあ、言ったら面目を保てたわけなんです。でそれで問題は聖武天皇との関係ですね。聖武天皇に結局元正天皇はもう早めにですね、もう皇位を譲ったんですよ。
ですから724年にも天皇になってるんですね。聖武天皇、元正天皇から譲られて、だから元正天皇も10年も在位してなかったと思います。で24ぐらいで気づく、だから24か5で数えてしてもね、聖武天皇は即位してる。これは早いんです、非常にね。大体35が適齢で、まあ30でも構わへんけども、そんな感じ。だから24はちょっと早いね。だから、天皇になって、まあ、早速ですね、そのお母さんである宮子姫ですね、宮子に、この太夫人っていうですね、称号を送ろうとしたんですよ。ところがそれは律令には皇太夫人という言葉があるけども、太夫人というのはないと言い出したんですね。ほんで太夫人というのをつけたらですね、この律令にないから律令違反になっちゃう。で、皇太夫人にしたらですね、太夫人が勅命でしょ。そやのに勅命にと違うのを言ったら勅命違反になると。どうしたらよろしいかっていうようなことを、質問、お伺いを立てるのをですね、長屋の方がやったんです。長屋の方だけじゃないけど。それで、そんな言われたもんやから、聖武天皇はですね、困りましたね。そうしたら撤回するわと。撤回しちゃったんですね、太夫人。撤回しなくてもいい、太夫人でいいんやって言えばよかったんですけどね、本当は。つまり天皇は別に律令にどう書いたって、律令通りにやらなくても、いいんですよね。両家の官っていう言葉もありますように、その必要でと考えれば、天皇が必要と考えれば、太夫人という称号が必要だと思ったから、まあ、そうした。多分それでしまいなんですけど、それをですね、何か間違いみたいに指摘されたものから、あ、間違っちゃったと思ったんです。それで、撤回して、まあ、皇太夫人で、まあ、いいわと。文章上はね。でも口ではその大宮親と呼びたいと、大宮親と呼びますというふうな御事の理を出したということなんですね。だから非常にこの長屋の方の発言に対してですね、まあ無下に否定できないっていうか、遠慮もあったわけなんですね。コンプレックスを持ってたわけなんです。だから逆に言えば長屋の方もですね、自分は天皇の、内親の奥さんにしてますし、お父さんのお母さん、おばあさんの、生まれは低かったものですね、結局あれでしょう、聖武天皇もそのお母さんの生まれは卑しいわけですね、アマ出身。だから、まあ、長屋の王の方が上じゃないかと思ってるわけですね。騎手じゃないかと。だから、まあ、上から目線みたいなことを、聖武天皇は感じるわけですね。でも天皇という地位についている以上、天皇は絶対ですからね。ほんまはそんなコンプレックス抱く必要ないんですけど、どうしてもその意識してしまいますよね。ほんでそういうクレームをつけられたらものすごく警戒しますよね。で藤原氏もすごく警戒したんですよ。だから、まあ、この人クレームつけようという感じでね。だって長屋の方というのはさっきのあれ見たようにですね、
あくまでもその天皇家に入り婿になって藤原氏から嫁をもらって、それでこのみんなにこう持ち上げられているわけですよね。それなのに天皇家は藤原氏にまあクレームつけてきよると、なんやこいつと、なんやこいつね、で地位がまあ右大臣であったりで、まあ、政治の実権握ってるだけにね、無視できない人物でしょ。だこれ邪魔やなということでね、なんか失脚させなければいけない、まあ、あんまり邪魔やと殺さなあかんということなんですよ。そういうふうに、ね、感じられてしまったんですね。まあ、それで権力基盤が結局天皇家の中とか藤原氏との関係の中にあるわけです、ね、だから、天武天皇の御子たちたくさんいて、それらをまとめてその長屋の王というのが後進勢力をまとめてそのあるんやったら対抗できるんですけど、それがなかったもんやろ、あまりその自分が騎手であり、まあ、才覚もあるということを重ね来てですね、天皇とか藤原氏に対して大きな口叩いたり偉そうにしたりしたらやられてしまうということですよね。助けてくれる人いないんですよ。で元井の巫女が生まれまして、光明氏にね、光明氏というのは光明氏、聖武天皇の奥さんですね、に生まれまして、ぜひともこの光明氏はすでに、安倍大親王という女の子を産んでるんですけど、それを後光顕天皇、その、やっぱり男の子が生まれたからね、これは絶対出るにしようということで、ね、すぐに皇太子にしてしまう。32日で生後30日でも皇太子っていうのは大体まあ元服してからなるものですね。だから13とか14になってからやっぱりなるものです。天皇というのも35ですからね、標準が、まあ、30でも別に構わないけど、そんなもんなんですよ。だからところが文武天皇は15歳でなったし、その息子である聖武天皇は24歳でなってるでしょ。だから皇太子も早くしてくる。生後34日ですよ。ちょでも異常と思ったんでしょう、みんなね。異常ですわ。だから無視したんですね、旧長屋の方は。挨拶に行かなかったみたいですね。だからそれで頭に来てたわけ。ほんでこの元江の巫女が結局なぜ元服するまで皇太子しないかというと、幼児の時に10歳まで生きれるかどうかわからないんですよね。10歳までで死ぬ幼児って多いんですよ。で生後1年未満に死ぬ幼児もわりかし赤子も多いですよね。だからそんな早いことを皇太子にするべきじゃないわけで。で、まあ、案の定というか1歳になるまでに死んでしまったわけですね。そこが金属やね、金属がかわいそうだったわけですけど。ほんで その死んだ理由はちょっと当然その1歳になるまでで死ぬということはよくあることなんですけど、よくその天皇家は近親相関が多いから近親婚が多いって、相関だろう、悪いんだろうか、近親婚が多いから、それで占病室の子が生まれて、で長生きできなかったんじゃないか。でちょうどそのこの、天武天皇の天武天皇もわりかし病気がちやったとこもあったかもわかりませんね。元気の時は元気やけど、
で、その息子は日下部の巫女でしょ。日下部の巫女、大津の巫女はえらい元気やったけども、もう起こして殺されてしまう。その日下部の巫女は大津の巫女の、変でもう病気になってしまうんですよね。で、2年ぐらいで、まあ、死んでしまったわけですね。それで、まあ、占病室やったという思われます。で、その息子の、そのカルロミコですね。これがモムテノなんですけど、これはもう15歳ぐらいで天皇になって、25ぐらいで死んでるんですね。24ぐらいかな。これもやっぱり病気がち。だから占病室って言われて。だからその子供の帯人の御子ですね、聖武天皇。で、聖武天皇が占病室で病気がちやったというふうなことは書かれてなかったように思いますけれども、その、神経質のとこあったかもわかる。私きっちりした人で字は綺麗なんです、すごく。あの光明皇后は荒っぽい字書きますよ。光明皇后、女性やけどむしろ男性的な字を書く。で、あの、聖武天皇は男性やけどむしろ綺麗な字を書くんですね、すごく。まあそういうことでね。だから占病室とは言えないけども、なんかそういう遺伝子を持ってて、で、あの子供の、元井の巫女はそれで、あの1歳まで生きられへんかったん違うかという人がおるから、それはちょっと1歳まで生きられない子は多かったんですよね。だから、それは言い切れないなと思いますけど、まあ、そういうことで、で、それで長屋の変っていうのが起こるんですね。というのは、その元井の巫女が亡くなったのは、別に長屋のと全然関係ないわけなんですが、まあ、チャンスとばかりですね、チャンス、そう、不幸をチャンスにしようという。元井の巫女を天皇にできなかった悔しいもんだから、元井の巫女が死んだのは長屋の王のせいだっていうことにしようということになったんですね。それで、まあ、謀略でその、長屋の王が呪詛してその、元井の巫女を殺したというふうなその嘘の告発をですね、させたんですよね。それはあの、塗り目の宮津子君たりと中富の所村寺東人、この二人にわざと事実を偽って告げることにあたる侮辱っていうのをさせたんですね。それで、藤原の馬会と笹の虫麻呂がですね、兵を出してですね、長屋のお手を囲みまして、でそこにその新田部の親王、新田部親王と舎人親王ね、この2人が、2人の親王も、はい、長屋の王邸に行ってですね、糾問したわけ、長屋の王に。まあ、これくらいの師匠子があると、訴えがあり、これくらいの師匠子があるということで、白状せえというか、そういうようなことで、糾問したんですね。ほんで、もう逃れられないような状況になってたんで、首をくくって自害させられたわけですね。要するに、まあ、自害しなかったら首を切られるわけですね。まあ、た謀反みたいなもんですから、皇太子を殺したというのがあればね。だから、それが嫌やったら自害しろみたいな感じで、結局自害させられた。で、自分一人じゃなくて皇位継承に絡んでますから、皇位を狙ったのは
長屋の方の息子に当たるということになりますよね。だから、その元井の巫女を退けるって、行為を狙うわけだから、元井の巫女に当たるのが長屋の息子になりますからね。だから長屋の王と吉備大親王の息子は皇位継承権があったんです。皇族と認められてる。ところが、藤原不比等の娘、長子と長屋の王の間の子供は、こっちが大親王じゃないから、皇族じゃないから、皇族に入らないわけね、これね。だから、罪を問われなかったんです。だから藤原家は罪を問われなかったんですね。ところが、天皇系に関わるのは罪を問われた。皆、首をくくって死なされたと。非常に悲劇ですね。が起こってしまったんです。ほんで、これは大変なことやね。という大変なことになったわけですね。ほんで、それで結局、そういうことがこういう「食日本記」に書いてるわけですね。で長屋の方は佐藤を、佐藤これ佐藤と呼ぶみたいですね。左の道と書いて佐藤を学びて国家を傾けるとする。この佐藤って何かというと邪道や魔術などを指し当然呪詛で殺すような場合も使われると。要するに、呪詛で、その呪詛を学んで、やり方を学んで、呪い殺そうとしたということですね。で、これは武国だと分かるんですよ。というのは、その後でですね、この告訴へ告発した、その、中富の所村寺東人っていうのが殺されるんですよね。で、それ敵討ちみたいな感じで、それで結局武国やったということが分かって殺されたっていう噂がこう町中に流れてで、それがまあ結局武国が本当に武国やったということに、こうなっていくんですね。でだから藤原氏の書物の中にもその武国やったということを認めてるわけなんです。まあ偉いことし、ね、罪もない長屋の王ですね、とその家族を殺したということで、まあ、非常にこの恐ろしいことをしてしまってるわけなんですね。ですから当然ですね、その報いが来るわけなんですけど、ところがこれは難しいでしょう。その報いが分かってもですね、じゃあ裁判やり直してその布告した人たち、その関連者、それでひょっとしたらその藤原氏がかなその布告させたのかもしれないということで、その取り調べですねやって、で裁判やり直して、ひょっとしたら天皇まで関わってるかもわからないっていうようなことになるでしょう。そういうことはできないわけです。権力関係から言って、そういう裁判とかやり直しできないわけ。まあ言ったら、検察が、まあ言ったら、検察というか、独立してないから、行政からね。だから、できないから、じゃあどういうふうな形で、これ決着つけるのかっていうと、たたるしかないでしょ。殺された人が、不法に殺された人が、たたるしかないんですよ。それで、たたりが起こって、この関係者はみんな殺されたっていうふうに、の噂が流れるわけです。で、そのたたりって何かというとですね、トネリ親王とニータベ親王がですね、この、長屋の王の辺で、まあ、活躍して、で光明皇后の立候とかも立役者になって、藤原四氏を
理事会に加えたりして、で、まあ、非常にこの藤原四氏と光明皇后の、まあ、支配体制というかそういうものを助けたわけですね。で、それで、非常にこの感謝されてたわけです、天皇家からは。しかしだからですね、735年にこの2人の親王が亡くなるんです。病死、次々と病死するんです。で、その原因は何かと言ったら天然痘なんですね。で、まあ、その2人だけで済んだんだったら、まだそれがたたりと思われてるかどうか分かりませんけども、その後ですね、37年に天然痘がまだ続いてたんですね。流行なかなかやまない。それで藤原四氏まで全部天然痘で死んでしまったんですよ。そうなってくるとね、やっぱりね、この死んだ人が全部その長屋の王の変をでっち上げた側やということで、たたり、長屋の王のたたりではないかっていうことに、まあ、世間の、まあ、噂はいきますね。そして当人たちも、まあ、ピョン氏が本当にたくさんだかどうかは分かりませんけども、なぜその武国があったんでそれに乗っただけかも分かりませんけどね、なぜその可能性は大きいですよね。四氏がたくさんだっていう可能性は大きい。ほんでそれは光明皇后もたくらみに参加してたか、あるいは聖武天皇までたくらみに参加してたか、分かりませんけど、ね、ひょっとしたら参加してたかでもあり得るわけですけど、でもまあそれは参加は してないにしてもね、責任感じますよね。その間違った審判をしてしまったという。だから、で、兄がたたりで殺されてるわけですから、まあ、非常にこう罪の意識も感じるし、絶望っていうかしますよね。で、特に公務高校の、まあ、ショックは大きかったんですよ。で、落ち込んでしまうわけですね。でもこういう事件があったんだけども、まあ、唯一明るいニュースとして元宝による仏法の奇跡と広次の乱と、仏法の奇跡が、まあ、唯一明るいニュースであるということなんですけど、これは701年に、その帯広の皇子、つまり聖武天皇になるわけですけど、を産んで以来ですね、ずっとノイローゼ、重度のノイローゼにかかりまして、人に会わない、特にまあ息子に会わないわけですね。都姫が、つまり都姫というのは聖武天皇、帯広の皇子のお母さんですね。ね、で、ずっとノイローゼで、子供に会ってないんです。で、宋元宝が留学僧をやって帰ってきて、で、都姫が重度のノイローゼと。で、お坊さんって、偉いお坊さんっていう人は、非常にこの、病気を治したりもするんです。医学の知識でも、まあ、抜群なわけですね。それで、まあ、まあ、医学の知識で治すだけじゃなくて、お経を唱えて治す人もおったみたいだけどね。宋元宝が、じゃあ見てみましょうというような感じで、見てですね、見事に治ったわけなんですよね。ほんで、治ったんで、それ仏法の奇跡として称賛された。それで、もう日本の国のその仏国土にしなければいけないっていう、で強くその聖武天皇が感動してですね、感激して、その決意されたわけなんですね。だから、これは大きな事件になったわけです。その時に光明皇后もですね、私もノイローゼなのよって、お兄ちゃんみんなね、その武国に乗ってしまって、長屋のを殺してしまったというそのたたりで、どうも、天然痘で死んだらしいということでね、落ち込んでますと。
いうことで、それを直してくれって言うわけですよ、ね。どうやって直せるんですか、難しいよね。これです。でも、広次、藤原の広次がですね、その、木崎の宮に参りたまえるけるって書いてますけど、藤原広次がその神戸皇后の宮に行った時に、その玄宝が、その光明皇后と婚姻したまえる、セックスしてたという。で、広次がそうして、もうさ、そうするというのは天皇陛下に申し上げるということですね。玄宝がですね、木崎の宮を犯し立てまつってますよ。つまり、光明皇后とセックスしてますよと言ったわけですね。そのとが最も重しいということですね。俺は重大だ。俺は罪ですよというわけですね。そんなら、帝はどう言ったかって何を言ってんの、そんなことするはずないんか。あのこと言うな、っていうふうな感じで。取り合わなかった。で、広次はその日は諦めたけど、また宮に来た時に、今度また玄宝と皇后が枕を並べて寝てるのを見たんですね。覗いたんでしょうね、自ら。覗いた。あ、寝とるな。というような感じで。それで、また天皇のところに飛んでいってですね、玄宝が今高校で寝てますよ、来てください、ちゃんとあんた見たら分かりますからというような感じで、英覧に及ばばと、ね、天皇が直に見ればっていう、ね、自由か自ら露見せん、重い罪がはっきりする。まあ、言われたらしゃあないのかという、忍びて身行きなる、身行きなる、天皇が出かけていくことを身行きっていうんですね。で、ミスの隙よりこう栄乱した天皇が見たんですね。で、光明皇后は十一面観音に見えたと。で、玄宝僧侶は千手観音に見えたということですね。観音さんが二人でなんか一緒にいてなんか喋ってるみたいに見えたんですね。共に慈悲のお顔を並べて、同じく再度の方便を語りたまえるっていう。なんかこう、セックスした後のその、恍惚としている表情が、その観音さんに見えたかもわかりませんけど、皇帝はそうじ解釈しないで、いや、これは観音様同士が、なんか、どう言ったらいいですかね、主情を救うね、清らかな話をされているように見えるということで、ありがたいことやということですね。で、皇帝いよいよ献身してる、ね、栄心を発して、天皇が、まあ、自ら信じるということですね。を出して、で、座って、広次君に、お前は、まあ、国家を満たすべき神やと、ね。一点の国士たり、たっとき僧を、斬死申す状、在家不可死という、まあ、一点の国士っていうんだから、まあ、天下にただ一人しかいない、素晴らしい、仏教の先生をですね、懸念してしまっている。それはもう、お前も罪は重いぞというので、ちょっともう、太宰府に行けって、太宰府に流したわけですね。そうしたら、殺戦された広次は頭に来てね、君の真備と玄宝を退けよという、その手紙をですね、上申書を太宰府から送るわけですね。で、だから文部の名から見たら確かに非凡行の根下と見立てます。つまり、凡行じゃないと、つまり仏道の修行じゃないように見えるわけですね。なんかセックスただしてるだけに見えるけれども、検定の
英覧には大悲薩多の善巧方便と拝み給うもあたったとしと源平盛衰記外だろう。そういうふうに世間の人はその、セックスをしていたけれども、それはどうですか、あくまでもですね、慈悲の心でもですね、病気を治していただけの話であって、何も浅ましいことではないんだと天皇は悟られていたというわけで、 なかなかたっとよく怒られた。まあ、普通やったら怒りますよね。だって自分のお母さんを犯されて、そして、自分の一心同体みたいな嫁はんをですね、犯されているわけですね。ですから本当やったら手打ちにすると腹立ってね、天皇なんだから。ところがそうはしなかった。なぜしないかというと、現にそのお母さんの病気治ったわけですね。で、奇跡の対面ができたわけですよ。もうこれもう完了したわけ、みんなね。で、それが なかったことになってしまうでしょ。もしもこれが、みだらなセックスをした、して病気を治そうとし、治したみたいなことになったら、それ自身罪やし、お母さんも罪を犯したことになりますね。ほんで、皇明皇后との関係も不倫やったとしたら、病気のチームではなくて不倫行為としたら、まあ、原本も忘れられるけども、皇明皇后は、まあ、不倫の罪で、死刑になる、まあ、死刑、まあ、減ぜられるとしても、幽閉されてしまうことになりますよね。だからそれはちょっとできません。それできないわけですよ。でなぜできないかって、まあ、2つの理由があるんですね。それは一つは、せっかくの仏国土を作る前だきっかけになっているとご噂になっちゃう。それはちょっともったいないということですね。それがまあ一つで、もう一つは自分の妻を失うということですね。それはできないんです。なぜかというと生まれた時から同じ乳母のおっぱいを、まあ、一緒に吸ってて、子供の頃からずっと一緒でいた光明氏やね。だからもう一心同体なんで、光明氏がいなければ飛鳥姫がいなければ生きていけない状態なんですよね、おそらく。だからそれの罪を問うたりしてもう離れ離れになるとか、殺してしまうとなったら、それはとても、その聖武天皇は生きていけない、精神がもう破壊されてしまうわけですね。だからできないよ、できない、ね、ということがありますね。それだからもう天皇の検定の英覧をやったわけですから、自分は 聖なる帝、聖帝になってるわけですね。だからそれでその路線で行かなければいけないわけなんです。だから仏国土を建設する、まあ、理想国家を建設するその皇帝になってですね、日本の国を引っ張っていかなければいけないということになったわけです。だからそれまではちょっと頼らなかったわけですよね。コンプレックスを持ってたから、長屋の方なんか一目置いててね、藤原不比等を尊敬してたでしょうけども、長屋の方にも一目置いてて、何でも伺い、自分はよう分かれんようできないけどもっていうふうな感じで遠慮がちに言ってたわけなんですが、ここに来てですね、この広次の訴えを退けて、元宝の罪を問わない、むしろ元宝のやったことを
認めるというかね、そこまで言ったわけ、聖なるあの決断をしたわけですね。もう聖なる存在になったんですよ。そこですね、それは分からないといけない、わけいけないって言うんやけど、そういうことなんですよね。それで、仏国土建設に、つまり菩薩天使になって、仏国土を建設するということになったということなんですね。そのためには、どうしたらいいかということで、平城京にいたんではできないと思ったんですね。これはどういう意味かというと、この、広次は左遷されて九州から上申書を送ってきて、でついに乱に及んだというわけで、その、平定するための兵を送りつけたわけですが、聖武天皇はその一方でですね、平城京を脱出するんです。で、伊勢に向かいます。伊勢からですね、人心の乱で、人心の乱で、天武天皇がたどったコースをたどりまして、そして国境に入りまして、ここに都を移そうとするんですね。ここは橘の諸江の、地元みたいなところで、そこに都を移そうと。つまり平城京というのは、まあ、巨大な都やったわけですね。で、そこでは天皇の言葉が民に届く前に歪められてしまう。民の、声がですね、天皇に届く前に歪められてしまうわけですね。そこではスメラミ国ができないわけなんですよね。だから末端との距離をですね、少なくするというか、必要がある。そんな巨大な官僚機構は邪魔やということですね。そのためには大きな都であっては、そう巨大な官僚機構になってしまう。小さな都にしなければいけないということなんですよ。だからしまいにもう国の宮でも大きいから。で、何輪に来て、まあ、何輪を脱出して、結局しがらぎに宮を作ろう。しがらぎっていうのは黄河の山中です。そんな大きくないわけで、ね、こういう黄河の山中、まあ、これぐらいの大きさにしとこう、いうことね。ここに大仏をですね置いて、黄河の宮にいない時にはその大仏が自分の代わりやというふうにしようとしたんです。ところがこんなところに来たら、かえってですね、全国にこの天皇の言葉とか命令が行き届かなくなってしまうでしょう。で、かえって場合は不能率になりますよね、行政でもあるのに。で、かえってその乱なんか起こされやすくなりますから、だから思い通りにいかないんですけど、で、みんなその反対ですよ。こんな山の中に連れてこられてね、仕事せえ言われるの嫌やから、放火事件を起こしまして、ね、山火事が次々起こるんです。これで危なくなるから、結局、平城京に戻ろうということになってしまうんですね。なんか臣下にね、お前らね、どこが都がいいんや、天皇が聞いたら、みんな平城京っていうことになって、平城京に結局戻ってしまった。もう聖武天皇は自信なくして放り投げるっていう感じになるわけですね。で、まあ実権はだから光明皇后に移ってしまうということなんです。で、光明皇后は結局、南家ムチマラの次男藤原の中丸を寵愛しまして、なかなかやり手やったので、引き立てまして、で、政治をさせようということで、立花の諸江は、まあ、言うたら、その、聖武天皇の路線を、まあ、言うたら、忠実に実行しとったわけだから、役に立たんわけですね。
ちょっと誰か出てや。で、俺。誰も出ようとせんの。ちょっと。あかんわ。あかん。の。ちょ。まあ、そういうことで、その、官僚機構をスリムにするために、山の、黄河の山の中に信楽の実を作るみたいなことをもう考えたわけですが、かえってその不効率になって、役人たちは非常に困るわけですよね。地方で氾濫とか起こった場合でも、なかなかこの山の上にいたんで鎮圧に出かけられないということがありますんで、やはり平城京に戻るというのは、まあ、みんな賛成なわけですね。ですから、まあ、反対、信楽の宮に反対する人たちは放火をしまして山火事を起こして、まあ、追い詰めたわけで、それで結局帰ってきて平城京に帰ってきて聖武天皇は、安倍内親王に、749年になってからですけど、まあ、上位することになって、でも大仏殿建立に、かけるということですね。だからで後見天皇が結局749年に、即位したんですが、後見天皇自身は権力欲が全くなくて、で光明皇太后が実権を握っていたわけですね。ですから、光明皇后は、五大号は、その死尾中大というものを設けまして、そこに藤原の仲間を据えて権力を奮わせた。これが死尾中大の後であります。今では法華寺と呼ばれている、まあ、素晴らしい仏像がいっぱいあるんですけど、これ暗いんですよね、皇后の中ね。もうちょっと明るくしてほしいなと思うけど、文化財保護のためにってね、そこちょっと科学技術がこんだけ発達してるんですから、明るくしても、文化財を損傷しないような工夫はできると思うんですけどもね、暗いから、まあ、素晴らしい仏像がよく見えないわけですね。まあ、そういうことで、光明皇后、藤原仲麻呂はここでまあ権力を振るったわけですけど、だから光明皇后も東三条と名乗ってますから、出身は藤原だから、だから結婚してもですね、藤原は藤原なんですよ。ですから藤原の仲間と一緒に、まあ、権力を握っているということは藤原氏の天下みたいな感じですよね、ある意味ね。そうなんですけども、藤原氏全体からこのちゃんと支持されたわけじゃなくて、むしろ藤原氏の中で権力争いが激しかったみたいですね。で、仲間は、まあ、お兄さんとも喧嘩になりがちやし、まあ、そういうことでね、そこがまあ弱点なんですよね。まあ、それで中丸はですね、この、自分のこの息子のですね、嫁がいたんですけど、この息子は亡くなって、大井の王とこの嫁が結婚して、大井の王が
仲間の家に、まあ、住み着くわけですね。それで、まあ、言ったら子飼いみたいな感じになって、この甥の方がちょうどトレンディシンのその、うん、長屋の大事件で活躍したトレンディシンの、息子やったんですよ。でそれをあの結局新田部親王の息子が先に皇太子に、あの後見天皇の皇太子になっ て、まあ、後見天皇はいつまでもその、天皇でいるの窮屈ですね。まあ、あやつり人形みたいなもんですわ。全部お母さんの、光明皇后皇太后がやってるもんですから、天皇なんかしてても、ね、あやつり人形みたいなもん面白くないわけですね。だから早いこと自分も上皇になってですね、あやつの方に回りたいということですね。お母さんもいつ死ぬやろから、今度はあやつの方に回りたいと思ってて、でも、天皇だから結婚するわけにもいけないんで、皇太子をですね、養子みたいな形でもらって、で、自分は上皇になろうと、そのうちに、ね。そう天皇に譲ってと思ってた。ほんであの新田部王の新田部親王の息子のこれ名道王というんですけど、それを皇太子にしたんですけど、彼がまあそこが悪くてですね、後見天皇が辞めさせるんですよ。廃太子する。これ船道王というのは実はその、聖武天皇の遺言で皇太子になったんですけど。後見天皇が辞めさせるわけです。で結局大井の王が皇太子にこうその代わりになるんですね。そして順仁天皇になったわけです。で後見上皇になったわけです。後見上皇はこの、まあ、大井の王に対してですね、まあ言ったら上から目線で、指導しようとするわけですね。それでただ藤原中丸はお母さんの光明皇太后とは非常にこの親密な関係だったんですけど、その後見上皇に対しても、まあ、最初は後見上皇も懐いてたみたいですが、だんだんその距離が合わなくなってきて、後見上皇はその道教という坊さんによって精神的に、まあ、精神治療みたいなものを受けるわけですね。非常に孤独、お母さんが亡くなって孤独になって精神不安定になったんです。ほんで中丸がちゃんと面倒見てくれないもんですから精神治療を受けるということで、道教の精神治療を受けたら元気になったんですね。まあだから玄房と似てます、道教ね。そういう意味ほんで、道教とあまりに仲良くイチャイチャしてるもんですから、中丸がその大井の王にですね、順仁天皇にちょっと、その注意してくれって言ったわけですね。その宮中であんまりイチャイチャされたら示しがつかんからって、大井の王が文句言おうとしたら、あんたは私のおかげで天皇になったんちゃうんと、私の言うことちゃんと聞かなあかん立場やでと、それを何も偉そうなこと言うてんねみたいな感じで、逆切れされまして、それでしまいにですね、もうあんたは些細なことと、些細な儀式をやってたらよろしいと、私が重要なことみんな決めますってみたいな御事乗りを、この出すんですね、後見上皇が。その御事の折が、まあ、その通りにやったかどうかわからないんですけど、それで結局険悪な関係になっていくんです。藤原中丸大井の王というグループと、その、あれ、道教と、その、あれですね、後見上皇が仲良くて、藤原中丸と、まあ、大井の王です。それが、まあ、二極分解みたいになるわけです、権力がね。それで、結局、まあ、これは、
危険な方向に行くということですね。で、キビのマキビっていうのが、まあ、いまして、それが貢献上皇と非常に親しかったんで、貢献上皇の味方になってですね、中村の動きとかを探って、で、先手を打っていこうということで、で、天皇の結局玉璽とかですね、駅礼って駅の鈴ですね、そういうのを取り上げてですね、それで大井の方の実権を奪ってしまうわけですね。で、藤原仲間もこの平城京にいられなくなってしまう。で、平城京から脱出しまして、で、北陸の方に行って、この乱を起こすんですけど失敗した。結局その道教と道教をとその貢献上皇が実権を握って、で長宗といってまた聖徳天皇になって、まあ、カムバックするんですね、天皇に貢献上皇が、まあ、そんなことがありまして、まあ、後進政治から、藤原体制というものに、まあ、行きかけたり、それが、まあ、藤原氏全体の、まとまりができないもんですから、また潰れたり、で同居怪しげに現れたりというようなことで、いろいろ混乱が続くっていくということですね。で、今日はここまでということで、どうなんていうの、出られへんな、出られへん。